関節のところに包丁入りましたら、このようにスパッと切れますね。目の下の部分、頬肉と言いまして、ほっぺたの肉がありますね。肉みたいな食感で美味しい部分になります。またこちらひっくり返しまして、頭肉、頭身、頭の身がぎっしり詰まってます。この部分は頭を丸焼きする料理、食べていくが有名ですね。このサイズだと約2時間ほどかかるんですけども、目ん玉から脳天にちょうど白くぼんだ部分ありますけども、この部分にマグロは内臓ね入っていまして、マグロはですね釣り上げましたら内臓を取って血抜きをします。この作業がちょっとでも遅れますと、このような生で食べられる新鮮ないいマグロには骨に身をつけないようにさばいていくのが職人技、包丁ですね。骨に透かしながら慎重に切っていきますね。よいしょ。はい、これで骨の方を外れます。今からこちらの大きい中骨外しますと、背腹骨、骨だけになりまして、5枚よろしの完成になります。よいしょ。はい、これで最後きれいに中骨だけ外していきます。はい、見てください、こちらマグロ中骨になりますね。昨日までこのように泳いでいたメバチマグロになります。骨だけになりまして、5枚よろしの完成になります。